はい、皆さんこんにちは。こんにちは。アイスモンスター食ってみたいと思います。じゃあ行きましょう。モンスター、モンスター、アイス、アイスモンスター。原宿のアイスモンスターに来てみました。さあ、どんなかき氷が来るんでしょうか。っていうか、あれでしょ、あの削れ方、おー、すげえ。キャラメルカンペンゼリーとキャラメルレニアンスのコーヒーシロップになっております。うわ、すげえ。はい、すごい。なんか食感が良さそうだよね。食べて食べて。ふわふわ。面白い、顔が面白い。アイス、アイスなの。待って、最悪。舐めちゃい、舐めちゃい。待って、届かないの。太ってるからじゃん。何これ、なんでそういう。なるほどね。難しいね。かき氷っていうか、もうあれだね、そのもの自体を、もの自体を氷にして、それを削ったって方。すごいね。うまいっちゃうまいけど、やっぱ高いよね。わー、うまい。うまいね。なに、これは何、どうするっつったの。これ、ここに入れろっつった。黒蜜。いや、こっち黒蜜とかなんだ。あ、練乳じゃん、これ。こういうことじゃない。え、かけちゃうの。なんなの、そもそも。やばい、なんか いちごもうまい。ミルクティーのやつ食いたかったな。バーもタピオカの。また来るぞ。これでも、これあれだよね、でも小遣いで食うっていうレベルじゃないよ。大人だって迷う。稼いで食えって感じ。ああ、そう、左右がね、お湯が来て。キャラメル、それ。わかんない。キャラメル。あ、ここに置くのかな。なんか普通で食べてる人いたんですよ。そう、乗せるんじゃない。だってトッピングみたいなもんでしょ。でも嫌な子もいるからみたいな。何これ、もちもちしてる。ゼリーじゃない。ゼリーなんだけど、すごく寒天をふんだんに使ってるよね。すごい、なんか弾力がすごい。これは何、これ何。プリンみたいな。杏仁豆腐。マッチしたの、マジでうまいから。でも、マオが食べてる。うまい。
このイチゴもすごい美味しいし、これもこっちは何アイス？イチゴ食べてないよ。イチゴ食べたい。イチゴ超うまいよ。それ何アイス？これとこれは違う。これを食べてるのか。食べたけど覚えてない。なんかコーヒーの味が強すぎてイチゴが。これ白いの。感想を軽く言ってくれる。うまかったね。コーヒーうまいね。やっぱりミルクティーがちょっとやっぱ食べてみたかった。タピオカ入ってる。なかなかちょっと高級なかき氷だけど、一回はちょっと食べてみる価値はあるかもしれないね。食べたの？まとまるよ。食べれてよかった。じゃあ引き続き食べましょう。はい、またよろしくお願いします。